に勝手に取られてる。よいしょ、どうも。なんか歌ってみたい歌ある？カーゲローか、ハーモニカ吹こうか。いらないです、ハーモニカいらないって。集め来た、もう来た。あなたに そこのなんかあの下水の音と匂いの前で臭かった、臭かった。あの時にあのやめとけよそういうことを、ね、電波乗せて言うんじゃねえよあれはね20歳ぐらいか、すっごい小声で言ってみた。なんでよ。いやこれね、俺はあのほらひまわりで振られてから作ったから悲しい思いを込めて作ったわけよ。懐かしいな。ぬちぶどう、いや、あかんやろ。どっちもあかんやろ。いや、僕はいいと思う。いや、入れへんで。入れんの？うん。え、これ弾ける？こっち。それ俺、これ大好きやねん、この曲。うわー。歌詞、じゃあ歌詞、あの、感想がオリジナルって書いてる歌。これ、若葉感謝祭とかのなんか、クイズで出るかもしれません。え、どんなんやったっけ？感想オリジナル。ちゃうな。どうなんだ。じゃんじゃじゃらじゃん。あ、これや。おお、思い出したらしい。桜。君やったでしょ。白い季節が終わりを告げて、今は鮮やかな桜色。新しい希望に胸躍らせ、
すげえ弾けてる感想は弾けるところがマジ才能、マジ才能。弾けました。いや、なんだろうなこの心地よさは。あ、弾けました。弾けるんだよね。弾けましたね。弾けちゃうんだ。弾けましたね。困ったこと弾けちゃうんですよね。感想ね。いや、めちゃくちゃ久々に弾いたわ。桜聴けた人、ある意味レアですよ。間違いない。人に歌ったことないんでね。これでも僕好きやわ、この歌。好きなんですって。あのセカンドアルバムのボーナストラックにアルバムしてくせよ。しかもゴロのギターですってまた言うかもしれん。弾かない弾かない。ちゃんとこの子弾いてやる。ゴロのギターです。弾かない弾かない。前奏僕かもしれん。前奏リーダーかもしれません。途中でなんか僕に変わってるかもしれませんね。いやー懐かしい。分かりやすいな。でも五郎くんの弾き方と僕の弾き方言うなよ。ファーストアルバム初めを聴いた人は分かると思いますけど、僕のギター弾けますから。せやなんか恥ずかしいな。どんだけ。いやでも頑張って弾いてたよ。まあでも路上ライブ感出てたよ。めちゃくちゃ出てるやん。僕らのテーマソングとか。あれやばいな。もうあの感想のところとかもうほんまリズム感のなさがビビったほんま。CD 聞きました？聞いた人ね。聞いた人。マジでこうだんだん速くなってくるねこれ。おお。俺毎日聞いてるけどね若葉の CD。当たり前の。言うなよお前。あれねほんまもっと速いですよね。ね、もっと早いねんな、あれ。俺が弾いとんねん。せやな。言うな、言うな、ネタバレ。ネタバレするから。当たり前の。この前ね。ネタバレするから言っちゃいけません。この前。言うたらあかん。でもあれ、いい感じやったよ、あれ。何がいい感じやった。あれはあれでいい感じ。あれはあれで成立してんねん、一応。いい感じやった。あ、こっちあれやな。もう入ってんのか最近の。全然最近は入ってない。入ってないね。もうマッチとか渋いな。新しい街でよう歌えるな。まだこれが最近的なやつどうですか。いや覚えてるわほんまに。160曲全部この人頭の中に入ってんだよな。すげえな。そう思うとあなたと並んで歩きたい、手をつないで離れないように言うて。さあ、のぞみ好きって言ってやったやん。のぞみ好きって言ってやったな。ちょっとリクエストにお答えして。おう、のぞみファーストアルバム初めに入っております。あれちょっとね、ギターね、収録のやつと路上のやつとちょっと違うんですよね。うん、違うね。ちょっと違うね。変えてん。収録やと、やっぱこのこのカッティングがね、ちょっと入んなかったんで、もうダウンだけで生かしてもらったんです。でもね、路上で弾くときはこのカッティングがしね。明日の自分が今日の自分を後悔だけはしませんように、立ち止まらずに生み出せばいい。
止まらずに生み出せばいい。リーダー弾くとかっこいいね。これがね、路上の感じですね。ちょっとカッティングを織り交ぜた感じです。ほんまにそうですわ。CD 聴けば聴くほどこの歌本当にね、いいなと思って。やっぱかっこいいよね、リーダーのギターね。どんだけ言うねん。ねえ、俺もこうやって弾きたいわ。弾いたらいいやん。弾いて一回やってみる。出た給食タワーの一回やってみようコーナーそれいいやん、それいいやん。あかんと思う。それいいやん。一回やってみようのコーナー、一回やってみようのコーナーはダメだと思う。これもう今日一回ポッキリ。いやもうやらないけどね。やどうやって弾いてんの、いつも。え、なんかパンって叩くのはすごいらしいよ叩くらしい、僕は。どうやらどうやってやってんの。なーんどうもパン。あ、パン言うなパン。あ、今新曲も頑張って作ってますから。そうですね。うん、 いいね。パンは、パン採用？いや、採用せへん。採用はなし、なしこちゃん。若葉感謝祭。あ、僕らがね、ソロでやった時にね。そうや。ストーリーっていう歌をね、僕ソロで歌わせてもらったんですけど。いいんです、かっこいいんです。うん、懐かしいね、これ。もう忘れたよ。いや、覚えてると思う。意外と覚えてるんですよね。僕も覚えてますけど。若葉めっちゃ難しい、ストーリー。場所に二人で出かけてるうち、場所なんてどこだっていいと気づいてくるよ。どんな場所より弾かへんねん。うん、マジだ。弾か。何ですか？弾かへん。まあ確かにちょっと難しい。かなり難しい。ちょっと難しい。メロディーのリズムもすごい今までにない感じやね。うん、ちょっと難しい。君には弾けへんかもしれない。弾かない。はい、正解です。弾けない。はい、正解です。いいね、この歌いいね。最高やな。君が好きもね、君が歌ってるの好きやで。あれ、どうしたん？褒められてる俺。これちょっと専念できる歌、あのギターに。あら。これもな、まあまあ難しいことどうしましょう、褒められちゃった。できるけど。暗い帰り道、月明かり消え、久々の歌の歌詞忘れた。あ、もう一回やるかな。あ、そっか、間違えました。暗
ない帰り道月明かり頼りにして家路に着く君が不安にならないように強く手を握った雑貨屋で買い物二人の夢がいっぱい詰まってた君の夢が僕の夢となり幸せ感じてた同じ時を刻もうと願いを込めて遅いの時計を買ったんだ好き僕君が好き、うん、僕君が好きあ、らしい、ごめんなさいね、振られちゃいましたはい、振るわ、そらいや、いい歌だね、リーダーが弾くとね、なんだかなちょっとゆっくりめで弾いたけどねうん、気持ちよかったすごい気持ちよかったちょっと、やっぱりね、座って弾くのと立って弾くのやったら僕やっぱ立って弾く方がやっぱり楽かな逆にああ全然座って弾くのってなんか大変あ位置が違ううん位置が違うっていうかなんかこうやりたいことができんあそうなうん俺座ってないと弾けないおお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 あら、これボーナストラックに俺入れてほしいんやけどなあ、これもう歌ってんの歌った歌った、ソロで歌ったそうやのうんこれね、俺歌わないんです歌わないんです若葉で赤い糸あ、思い出した俺これボーナストラックで聞きたいボーナストラックボーナストラック言いたいだけそうそうそう言いたいだけボーナストラック
もう完全にモノモノシリーズだからね。知ってる人は知っている。知ってる。ストック。言いたいだけシリーズやめー。知ってる人は知ってるシリーズ。ほんまによ。あれやで、ね、Yes I do とかね、知ってる人。はい、Yes I do ね。うん、間違いない。ああ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 、いやもうリーダー、これ行こうや。ボーナストラック。赤い糸。赤い糸。うん、セカンドアルバム。ああ、いいですよ。今度ほら、若葉音楽祭ね、30分僕ら歌えるんですけど、何歌えようかな、ほんま決めてないな。まあ、僕らが主催で、主役ではないんで、そうそうそう、他の方がもう主役っていう形 で、ちょっと僕らが司会ね、始めさせてもらって、いやー、始まりました、若葉感謝祭。いや、音楽祭です。あ、音楽祭始まりました。いやー、僕らがね、一発目で歌わせてもらうっていうことですけどね、今後ね、いろんなアーティストの方が待っておられますのでね、僕らをメインじゃなくて他のアーティストさんも聴いていただいて共感していただければなと思います。で、司会進行を務めさせていただきます、花人に花が咲く場所と書いて若葉です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。チケット宣伝宣伝チケット宣伝宣伝あチケット。まあ多分ね、初めて司会させてもらうんでちょっとグダグダ感はあると思いますけど、精いっぱいね、皆さん前列に来てもらってわーわー言いながらね、そう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 、やりたいと思います。あの、前に来ないとリーダーがうるさいからね、はい、ちゃんと来てよ。前に来いって言うからね。お前だお前お前だお前、名指しやお前来い、お前来い、お仕置きだ、お仕置きだ、おケツを出せ。いや勘弁して。チケットまだ本当にまあたくさんありますんでね。ね、何歌うかっていうのはね、もうその場のなんか、まあ一応事前に打ち合わせしてね、そうやね、やっていきたいと思いますしね、うん、可能な範囲で歌っていきたいと思います。9月17日ね、17日です、祝日です ね、その日にね、若葉感謝、若葉音楽会ね、音楽会、うん、っていうのをやらせてもらって ね、まあ、初めての司会なんで、ちょっとうまいこと成功するかどうか分かりませんけど、そうそう、8組変わりますからね、若葉込みで、若葉込みで ね、いろんなジャンルの音楽の人来てくれあるんで、ね、ロックもあったよね、ロックもある、そうそうそう、ロックもあるし、本当に若い10代の方から、うん、もう本当にだいぶキャリアを積んだ方まで。こうみんなでね、イエーイ、そう、盛り上がっていけるかな、ね、みたいな感じ、盛り上がってるかーいって、うん、アリーナー、あ、違う違う、もう違う、アリーナー、あ、出たー、誰です、誰でしょうとかならね、63階席どんなゲームやどこ見とんの、見えるってやつや、こんばんはとかね、こんばんはや、まあそんな感じで、ね、やっていきたいな。いや、いいな、もうみんなチーンじゃなくてね、もう来たからには盛り上がろうぜっていう、ね、そう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 、リーダーの漏れなくペンライト配られますから。いや配りません。配りませんか。配りません。そんなんやったら本当になるからやりません。やりません、残念ながら。いや今日はね、もう放送局だいぶ歌ったんちゃう。そうですね、だいぶ歌いました。ありがとうございました。ありがとうございました、うん、また気ままなんで突然やりますがね、気ままなんで、最後にこれ見てくれた方の最後にほう、ボーナストラック。おー、おめでとう。出た。ショートコント入るやつ。あ、出た。これ、秘蔵な写真入りますよ。これ、何歳でしょうか。デデデデ、デデデデ、デデこれ、やばすぎるやろ、この写真。これ、録音したやつだよね。おー、これ見て。うわぁ。これやばいな、ひでえな。他にもあんで、リーダー。あんの？ある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 、禁断の写真やったらあんで、ね、禁断の写真って。なんかリーダーのなんかファンクラブできたんちゃうかなって。ほら、なんかちょけてる。あかん、やめとけ、これこれあかん、あかん言うてんねん。リーダーのちょけてる時の写真。それ10代だよ。10代らしい、ちょけてない、これ。それ10代です。多分この写真欲しいっていう人が若干1名知ってんだけど、やめとけ。やめとけ、ほんま。他にもあんで、若いリーダー、ほら、これも扱ってたからさ、かわいい、かわいいかよ。これ誰やと思う？これ小学校の時ですね。僕団長やってました。こっかー。これいくつやろ、リーダー。あ、かわいい。うわー、おぼこいわー。それが今こんな感じです。おっさん、おっさんやないか。こんな感じでございます。おっさん、ええ感じやん。自分の写真ない？え、あんで？こうちょっと見つめ合ってる写真とかね。
はい、しょ。ほら、二人で見つめて、これ、どう見たらリーダー痩せてない、この時の方が。あ、ほんまやな。カリカリカリくさん。そらね、体重の激変ぐらいしますよ。うん、あ、これも最後宣伝しておきましょうか。ステッカー、ステッカー、これ欲しい方買ってください。500円です。500円です。商売します。お願いします。若葉を応援してください。それでは若葉の気まま動画ありがとうございました。See you again. 何負け